昨シーズンクラブワーストの19位に沈んだロアッソ熊本、小野武新監督を迎え九州ダービーアビスパ福岡との開幕戦に臨みます。試合が動いたのは33分、熊本がフリーキックを獲得すると素早いリスタートから片山、左足一閃、サインプレーから片山が強烈なゴール。熊本が先制し前半1点リードして終えます。止まらない熊本は52分、電光石火のカウンター、仲間が一気に持ち込むと最後は園田が鮮やかなループシュート。新加入ディフェンダー園田が貴重な追加点を奪います。熊本はその直後のピンチでも仲間が体を張ったこのプレー。対する福岡は57分、途中出場石津、平井とつなぎ、最後は坂田、1点差に詰め寄ります。それでも熊本がリードを守りきり2011シーズン以来の開幕戦勝利を手にしました。